ジャンクどうもみなさん、こんばんは。爆笑問題、田中裕二です。ご送金。っ <laughs> もっと危ないご送入。<laughs> <laughs> 季節ですね。サラリーマンス、ね。はいはい、やってきましたよ。田さんの、<laughs> えー、ね、得意なサラリーマンス。今日来たら、あのこっは、小瀬崎が、記事になってるって,ってえ、何のあの、フラッシュで。 フラッシュええ。はい。大田のサラリーマン川柳今日発表かえすごいね。すごいね。もう記載されてるから世の中に。うん。それと一発目がご送金。いやいや、もうそうです。もっと怖っ。もっと危ないご送入。どうですかいやいや。え下ですかそれはね。下です。はい。 シロリシモリーマン千竜。シモリーマン千竜。シモ <laughs> リーマン千竜。ンンやだね。サラリーマンセンズリっていう、どっちかに、<laughs> どっちかっちにしようかなと思ってるんですけどね。千竜は合わせる。千竜 <laughs> はいやもう勝手ですからあす。あれは8時代なんだけ昔は8時。<あ>ね。 時よ昔は集合、今解散今解散みたいな。閉店か。閉店か。解散か。わかんない。そんなね。あれは、そう、ね、一時になってました。でも、俺もチラッと見たけど、もう全部コロナ関係ですね、マスクかそうなんです。だからそこなんですよ。実はウィークポイント。サラリーマン川柳のウィークポイントって、タイムラグがありすぎるんですよ。あれだからね、もっと早く審査できると思うんで、はい 一週間ぐらい募集バッとして一週間ぐらい出した方が、絶対いいと、俺は思う。うん、新鮮なネタでね。うん。まあまあね。え、ね。うん。一年生。うん。友達100人接触者。<laughs> 小学生川柳だろ、<laughs> 小学生川柳。 挑戦ですね。<laughs> 商<戦>これは挑戦です。挑戦ですね、それ、ね、ただ、あの、はい、サラリーマン川柳の方も、うん、もうサラリーマンに限らないと、来年からは。あ、もうそういう、サラリーマン、ええ、その、サラリーマンじゃなくてもいいです。いいと。うん、うん、とうとうそういう、もう認めました。 負けを。勝ち負けなのれなる。まあ、戦竜ってそういうもんですよ。まあね。ただのだのです。ただの戦竜です。そう、戦じゃねえか、それもともと。もともとそういうもんだろう。ね。サラリーマンっていうか別に、まあ、サラリーマンっていうとまあ男の人っていうもうマンだから、そういうのもあんのかなもう今や。いやいや、まあそういうことではないと思うけどね。まあでも大体男の悲哀みたいな多い、 多いね。ねおじさんの悲哀とかね。うん。うんうん、味薄い。うん。コロナじゃないの妻がいい。<laughs> ちょっとサラリーマセンリっぽいですね。味薄い。コロナじゃないの,ないの妻がいい。これはどういうことですかあの、旦那さんが。ちょっとこれ味薄い,味薄いね。たら。コロナでしょコロナじゃん。そういう言い方。コロナじゃないコロナじゃない って妻がね妻がいい、えー。これは奥さんとしてはどういう心境の感じなんですかね <laughs> あの、そんな責めます。責めてはないですよ。何ですかそれ。あんま出来が良くないと。<laughs> いや、だからなんつうの。そのごまかしてるってことですよ。ええ、味薄かったの。あ そっか。味覚障害なんでしょそうそう。いや、それはもちろんわかりますよ。だから、私の料理の腕前じゃなくて、あなたコロナがなじゃないのって言われちゃったっていう、あそういうことね。奥さんがね。なるほど。ないですかダメですかね。ダメじゃないです。えダメじゃないです。今のとこ、ろあの、商船が一番いいですね、俺は。小学生川柳うん。 一年生、友達百人、接触者。これはいいです。いいですかいいですね、じゃないんでね。ブースター。ほう。仏の顔も3度まで。うまいね、これは。うまいこれはうまいわ。すごいね、これはうまい。これいいでしょ。3回目の接種で、ま、あいろいろね、3件ありますけどもありますよ。仏の顔も3度までだよ、と。つけてきたね。そこは。 うまい。これはさすが。これフラッシュ乗るよ。フラッシュ乗フラッシュフラッシュっちゃう。フラッシュには過去の私の作品乗ってました。深い。深い作品になってんだ。すごいね。このラジオで過去に行ったもうちゃんと再現。2、3年目ですもんね。そうです。毎年のようにね。この時期行ってますからね。一個も覚えちゃいないけど。一個も覚えちゃいないけど。でもうまいんだよ。これいっぱいあったね、こうまいんですよ。あ、なんか紙が来ましたよ。フラッシュの記事フラッシュの記事ほらほら。 本当だ。うん、え、本家発表の裏で、爆笑問題太田の毒溢れるオリジナル紗蘭戦に、ファンが注目っていう記事。<laughs> ファンが注目してんだから、ほら。太田さんが笑ってるがって俺もほら、プレッシャーかかっちゃうよ、はい、例年、新聞やテレビを握らせ、紗蘭戦の結果だが、期うん、時期同じくして一部から心待ちにされているもう一つの紗蘭がある。<laughs> こっち、ズリ戦と呼んでほしい。<laughs> いやいや、紗ね。うん、それが爆笑問題太田光が作る、オリジナルの紗蘭だった。あいうん。なるほどね。あ、 なんて結構ね、今までのいくつか初めてってますよ。新人を新型と呼び警戒する。うまいね、どうも。初期のね、あのコロナの始まった頃ですよ。ええ、クソオヤジ、呼ぶ我が家の変異株。ああ、そうそう。ああ、子供がね、ちょっとこう変異株になってきたみたいなことでかけたんですね。こういうのうまいね、やっぱね。ええ。給付金渡した妻から布マスク。あ。 これ、安倍のマスクの<ー><ー>安倍のマスクの二、ね、枚ね渡されたみたいな。<ー><ー>その時代で。あと、これもわかるね、えー、時代がね。うん、えー、そんな中で自作のおさらせを発表し続けるのは、大田なりの究極の風刺なのかもしれない。いや分かってらっしゃる。フラッシュは番組内で毒のある先入ッが飛び出すのだろうから。わかってらっしゃる俺のこと。みたいな <laughs> いやいやいやそういうことだと思いますよね。うん、分わかってらっしゃる俺のこと。<laughs> そういうことですよ。進められ。ネットフリ探すテレビ欄。ああ、なるほど。そっか。これもネットフリックスとかね。弱いからテレビ欄で探したの、ね。<laughs> ドキドキしないでもらうの。わかるかわかんないかみたいなことで。探りながらの。<laughs> だってさ、こう、わかんないとすげえおじさんがほら。 へこむじゃないそうですよ。それは俺にとって本意じゃないいやですよ。大丈夫で俺も、その、あの、一んかちょっと。ツッコミやめてもらいますけ <laughs> その、忖度突っ込みみたいな。っなるのも嫌だし。ええー。ね 勧められ、ネトフリ探すテレビ欄というね。いやこれ、部長、知らないですか、これ、今ね、ネットフリックス、すごい面白いんですよ、このドラマとか言われて、え、そうなんだ、そうなんだ、家帰って。じゃあ、見てみるよ、アンミ見てくださいよって言われて、テレビ欄、一生懸命探して、えテレビ東京、ネットフリックス、ネットフリックスって、おい、おい、おい、ないみたいな、そういうことですよ。 これだからネトフリをね、アマプラでもね。いろいろできるし、そうでもネトフリですよ、今はね。ネトフリじゃないと、やっぱり、ちょっと強さが足りないから。ユーネクスはユーネクユーネクはもう終わりました。終わったお前の CM が終わっただけで。ユーネクスと自体は全然終わってない。ワじゃない。ワコンじゃない。アプでした。つもりが恥を上塗りし。 これもうまいなぁ。ねどうですか確かにね。<laughs> ア,ップでアップデート。アップデート。上乗りしたのは、恥の上塗り。恥の上乗り。アップデートしちゃった。<laughs> <が>うん。アップでしたっつってのがいいね。アップでしたって。っていいでしょ今っぽい。うん。うん、<laughs> 我が娘、LINE じゃなくてもスルーする。 おー、ラインじゃなくてもね。スルースルー既読する。既読するもよく言われるけどね。けども。既読すされたと。うん。じゃなくて。いや、悪いですね、今の。ね、い,やいや、いや。おー、みたいな。<laughs> ちょっと、それ平凡だな、みたいな感じじゃなかったですけど。いや,いや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 。 ちょっとスプレッシャー俺の方で <laughs> 表情が引きつってるんですよ、顔が。聞くときの。だってドキドキしてるのがわかるんですよ。わかんなかったらどうしよう、みたいな。<laughs> それは、すげえあるよ、正直。詰められてるのこっちだからねえ。え詰,詰めちゃいないで詰めちゃいない。どうだ、どうだ、みたいな。ねそれで、それは、あんまリアクションかとか言われちゃさ。感じてほしい。うん。感じてほしい。<はい S 1> ペイペイと、 繰り返すほど金はなし。いいね。ペイペイってなんで繰り返すんだね。ペイペイ、ペイペイ、ペイ払えないよ。ね。そんなペイペイ、ペイペイって言ってるペイそんな払えないよ。ペイだよ。え、ペイだよ。少なくともね。あとアダムちゃんならわかるよ。アダムちゃんね古いんだよ、そこが。ええ。血筋かなガチャ下手くそな我が息子。なあ。 ああ、もうこれもね、親ガチャとかね。そう。今言われてるからね。ええ。これも秩父かな、ガチャ下手くそな我が息子。秩父ってことね。俺もそう。俺もそうだったっていうね。まあまあまあ。俺の子だからガチャ下手だよ。ちょっとね、ちょっと切ないもんもあっていい。こういうのも。何何よ。切ない感じは。切ないのもあっていい。線量はいろいろある。いや、だってそれは切なさを描くんですそう、被害もね。悲哀ですよ。そう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 。 だから、これなんか、サラリーマン川柳としてはもうぴったりですよ。筋かな、ガチャ下手クソな、我が息子。うんね、自虐でもあるよね。自虐、自虐も入って、自虐だよ、大体。だ、いたい、うん、サラリーマン川柳やつから全部自虐だよ。性差別。うん、語ってモテたい、キャバクラで。<laughs> どうですかこれはどうですか <laughs> どっちなんだ、正しく。全然だろ、正しく。俺分かってるよ。俺分かってるよ。 ね、うん、お前でもキャバクラだろ性 <laughs> 差別を語ってんじゃねえみたいな。今ね。キャバクラ進んでるからああ。うまい,うまい。れこれすげえうまいと思う。いい,い,い,いいです。いいです、いいです。我が家では、妻の背後でイカゲーム。 ちょっと、ちょっと、ちょっと。時間与えますよ。ちょっとだけ、ちょっとだけ私、時間一1分間だけ時間を。1分間だけ私に時間をください。鈴木清純です。誠純じゃありませ純は兄貴の方ですから。鈴木誠純は兄貴です。ケンジです。ケンです。お願いします。えっと、え、もう一回、はい。我が家では妻の背後でイカゲーム。 なるほど。あのー、だるまさんが転んだのやつやっから、ね、奥さん怖いから、奥さんの動かないや動かないように。様子振り向いたら止まるテレビを見てる瞬間になんかこう、ちょっとか詰まって、振り向かって止まってるっあどううまいなちょっと考え、考え落でしたね。一回ゲームも考え落ち。一回ゲームもほら、いろいろあるからね。あるからね。でも一番、一番限界っぽく。いい、ですよ。ね、はい。いいね。 会社では、老害、家では、粗大ゴミ。<laughs> ちょっって、ちょっって、五七五になってますか今, <laughs> 今あんまり笑わなかった。違う違う、五じゃない会社では、老害、老害家では、粗大ゴミ。あ、老害で切ったから。今おっさんにお言いかけ。会社では、老害。 家では粗大ゴミって今言ったんですよ。だから、なんか5、4、5のリズムじゃないなと思っちゃった。うん、会社では、老外家では粗大ゴミ。必死。そんな気使ってもらわなくていいですよ。軽い気持ちでやってますんで、僕まあまあ、わかりました。これちょっとね、ええ、考え落ちなんですよ、これ。 あ、じゃあ、ちょっと、ちょっと、ちょっと逆に<の>、る。時間かかるかもしれない。はいはいはい。ヨギボーと、部下に呼ばれる俺の椅子。<laughs> えちょっと待って、ね。ヨギボーはまあ今流行ってますよ。ね。ダラーンとこうして。はい。ね。楽なやつね。楽。ヨギボーと、部下に呼ばれる俺の椅子。椅子会社の椅子ですよね。会社の椅子ね。うん、えー、すごい心地いいわけだ。 部下にとっては、その椅子が。え、ちょ待って、考えるね、これね。ああ、考え落ちでしょはいはい、考えちですね。人をダメにする椅子って。はいはい、要望ダメにする。はいはい、ダメにする椅子ね。あ、だから、あの上司はダメなつだぞ。ああ、そうです。ありよぎ棒だらありよぎ棒だ、あの椅子。ダメじゃん、だラあダメにしてるもん。ダメになっちゃってるもん。全然仕事やんねえし、みたいな。ああ、ああ、なるほどね。ちょっと難しかった。難しかった ヨギ目が泳ぎましたもんね、ヨギボー目つけたのはすごいいい、と思います。目のつけどころはいい。いいです、いいです。だちょっとやっぱ難しかったかな。ちょっと考え落ちたね。つけね。ダメになる人間をダメにする椅子っていうのが、そこまでちょっと、ね、あの、ヨギボーともう完全なセットじゃなかったから。そうですか気持ちいいとか、安らぐみたいな勝っちゃったから、俺の場合はね。君昭和。 持続不能と廃棄され。ああ、うまいね、これ持続可能のね、SDGs ね。そうです、そうです。はい。ね、だから君昭和でしょでも昭和もう古いから、もう持続不能だと。持続可能じゃないよって廃棄されちゃって、SDGs なのに廃棄だ。そうそう。ね、皮肉がいっぱい入ってる。すげえ。皮肉がいっぱい入っていっぱい入っていっぱい込めました、皮肉をね。 日よらない。<laughs> 多いな、いから <laughs> フラッシュさんすごいね <laughs> ええ。はい。日よらない奴いる中年リベンジャー。うんええ、日よらない奴いる中年リベンジャーね。日よらない奴はいないと。中年はサラリーマンとかはみんな日よって生きてますよ、うん、っていうことね。そう,うですね。はい。 うん、いいね、いいね、皮肉だね。これどうですかいや、これもいいですよ <laughs>。いや、その通り部を俺そんな見てないから。ああ<ー>。まあね。でも通り部の,の通り部がなのはすごくいいと思います。ああ、そうですか。うん、育休をパパ活と呼び呆れられ。<laughs> いいね <laughs> これね、これ、あの、パパ活ツ と育休パパ活。パパも全然違うん全然違う。ことなんですよ。ねうん。だけど、それもよく知らないから。ね育休なんだけど、今、パパなんですよ、これいいことやってるつもりで、パパ活だっつって言っちゃってもね。君パパ活って言ったってねって言っちゃったって。言っちゃうね。知ったかぶりもよくない。ね育休と、今、パパ活、両方ともキーワード。いい、いいキーワードですからね、これね。どうですかパパ活も育休も。どうですかかなりいいです。 かなり意外と薄いリアクションでした。大丈夫です。そんなことないです。かなりいいです。大谷の用途乗せられゴミ拾う。 ああ、大谷ね、大谷すごいいい人で、ゴミ拾ってするから、ね、おだてられちゃって、大谷みたいだね、っておだてられて、そう、おだていって、言わてれて、ゴミ拾っちゃうっていう、もう子供扱いだな、ほんまうほんかじゃね。おだててね、褒めて、褒めてね、うん。いい気になっちゃって、大谷か、俺は、なんつって、ゴミ拾って、可愛いらしいよ、この、だが。かわいらしいじゃん、そんな可愛いらしいですね。ねえ。 我が夫婦。うん、おぼんこぼんとおち違う。ああ、これは、結構いい。 けど、ちょっと恐ろしい句です。そうです、そうです、そうです。おぼんこぼんは仲直りした。仲直りしたけれども。ねうん。我が夫婦はおぼんこぼんみたいにはなんなかっんかったよおいいね。おぼんこぼんの師匠のね。ねこれもかけてますからね。おぼん、師匠、なんか熱があったけど、ねなんかしなかったっていう。あ、本当にあ、よかったです。今日ね。なんか土屋が言ってたみたい。あ、本当にうん。よかったよね。ちょっと前にね。うん。お会いしたばっかり。そう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 。びっくりしましたけどね。 ん結局どうなったんだろうね。別かれちゃったってことかな。<laughs> まあまあ、それはちょっとね。未だに冷戦が続いてますって <laughs> いうことかもしれないし。まあね、落ち違う。かもしれないし。それはもう、この夫婦、ああご想像ですよね。そうですね。タップは踏まなかったってことだよね。落ち違うからね。タップとか楽器ではないってことだからね。この夫婦に限ってはね。おぼんこぼんと違うんだから。<laughs> まあまあ、そそういうことじゃないんですよ。なんタップって。<laughs> タップ踏む夫婦いないしょだ、まあ。いないけど、うん、おぼんこぼんはそうだから。うん、いやでもそれ、それじゃれい。や、わかってますよなんで違うこと言うんだう <laughs> んよ。いやごめんなさい。じゃないよ。俺の、みんなが期待してる俺の川柳をお前、なん、どういうふうにしてくれてんだよ。来てくれてるんだよ。フラッシュがお前。 思っちゃゃうじないかお前フラッシュねどうすんだよ、フラッシュが。これでも大変だね、大津さんね。毎回毎回いっぱい考えなきゃいけないからね。成長の言葉は成長しないまま。ああ。ねずっと、岸田さんとかも、ずっと成長成長って言い続けてるけど、全然成長しないね。成長っていうね。何年言ってるんですずっと政府は成長成長って言ってるけど、全然成長しないって、成長こそが成長しないんだよっていうね。 <laughs> 早口になんなくていいですかそこまで、そこまで早口になんなくても。<laughs> はい。いや、大丈夫。さすが、さすが社会派。<laughs> <laughs> これはね、ええ、ちょっと僕は、あの、割と自信があるんです、これ。あら小キキ。小麦だか、危機を救うは納豆か。え小麦だか、危機を救うは納豆か。 納豆,か納豆は、アルファベットで書いてほしいんですよ。えあ、納豆 <laughs> 納豆そういや、そらちょっと <laughs> いや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  <laughs> 美しすぎる <laughs> 美しすぎる <laughs> <laughs> ねん <laughs> そういうことね。そうなんです。小麦がね、今の、このウクライナのね。そうそうそう。ロシア、ウクライナのこととかで。今、もう今、小麦がもう大変なことになって、で、どんどん値上がりもしてて、大変なってるけれども。ね。その、納豆にかけたんだよね。一だから、完全に、大豆と小麦でみたいになっちゃうんだけど。納豆なんね。だから、表記するときは、あの、フラッシュさん。表記するときは、アルファベットで、納豆、カッコ納豆。そうだね。うん。 な、なとって書い、nato と書いて、かっこなっかって書くってことね。違います。え、納豆っって漢字で書いて、いてかっこなっとう。あ、そういうことね。d t, t o です。なるほど。どうですいや、これは本当に美しい句ですよ。えええ。な、な、な、ほ本当に、なっとうか。なとがやっぱね、鍵を握ってますから。えー それはね、それはもう、僕は納豆。いいね、小麦とね、うん、納豆をかけるって。うん。妻だけが、拒否権を持つ我が議会。ばあこれ拒否権ロシアがね。どうせも国連だけ拒否しちゃうから、拒否権の。ねそうもう我が家で、はもは拒否権持ってないわけです。持ってない。妻だけが持ってると。 そういうことね。世界情勢と我が家が同じようにこうね。ね。当てて。いい、いいですね。うまい。本当思ってます。思ってます。この世界情勢。マチだね、みたいな顔しまそんなことないですよ。そんなことないです。そのもう、なんつうの、サラリーマン川柳のね、旦那さんの立場が低いみたいなことも含めて、奥さんに頭上がらないとか、ね、そういうのも全部入ってて、それと世界情勢とも両方だから。 いい。もう一度、昭和の夢、新、資本主義。<あ> <laughs> これはいいわ新はカタカナでお願いします。新はカタカナね。新ウルトラマン。ね。もうずっと新なんとか流行ってるから。新しい資本主義。ね。テーマなんですね,ね。カタカナで新、資本主義。 <laughs> もう一度、昭和それも、ゴジラとかね、か仮面ライダー、ウルトラマンとか、ね、また頼んでもそう,そう,そうね。いい、ね。繰り返せるのかなっていう、そういうことですいやー、極上の苦ですよ、これは。<laughs> 本当に、レベルが高い。あ、そうですか。はい。うん。結構いいですかいいです、いいです。じゃあ。<laughs> <laughs> ちょっと作りすぎます。すごいね <laughs> 外す時期、国で決めてよ、ブラジャーも。外す時期国で決めてよ、ブラジャーも、うん、あマスクだよね。で,すです外す時期って言ったね。で、国で決めてほしい。うんうん、みんな外せないから。うんうん、外すタイミングが難しい。うんうん ブラジャーも国で決めいやいやそう意味がわかんない。ブラジャー外すタイミング難しいな。それは普通の男女のね、例えば。男女もちろんですね。自分のじゃないですよ。ね。まあそれは国に頼るなってことだけど。いやいや、そんなこと言っけどね。いやいや、そんなこと言ったらそうだけど。それはマスコもそうです。ええ。まあね。うん。まあ、いまいち。まあちょっとごめん、時間かかっちゃった。一瞬わかんなかった。はい。 ね。いやいや、まあまあです、これ。じゃあ、これ最後。最後残念なんだよ。あ、残念もっともっとあるかと思った。いや、たくさんありましたけどね。じゃあ最後。んにして。ダメだ終了。終了。いや、いくらフラッシュだって、そんなのは乗せられないから。いくらね。いくらどういうんですか いやいや、それはもれは載せられなくていいんですよ。うん。うんうん、くんにして、ゴン攻めしたら、ビッタビた。はは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 はああ。いくらちゃんとけいちゃんしか笑ってない、ね、<laughs> この二人ですよ、これ、このまま。これいいでしょ。これ、だから、それで今マン,センズリりとして。それ、えー、リーマン,ンズリりとしてね。ンンてええー。いやー、すごいね。サラセンうん。 ねえ、フラッシュさんも喜んでんじゃないそんだけいや、これはもう毎回恒例行事ですからね。私もやっぱり、皆さんの期待を背負ってますから。まあね。いや、でもこんな記事になってるのは俺びっくりした。知らなかった。ねえ。しいね、でもね。うん。うん。いや、ど、どうだったですかいや、かなり作ったと思うかなり作ったかなり作った。なんかあんまり、その、いや、なんかそれで終わりかいみたいな空気出しましたけど。えいや、だからこれ面白いから、別に、もう単なる、 なんつうの娯楽としてずっと聞いてて、俺好きだからね、サラリーマン戦利もともと。うん、ね、うん、だそういうの普通にいっぱい聞いてたり読んだりするのは楽しいじゃないですか。うんうん、それと同じことですよ。うんうん、ただそれはートさんが一人で全部考えたっていうのはすごいと思いますよ。 <laughs> だから、その、なんていうのあの、オートさんのがここだけみ、俺のリアクションで、その、リアクション評価みたいのは、やめてほしいんだ, <laughs> いだけど。これだけみたいな顔しましたけど。いやもっと必要ですか、ね、いやいや、もっと必要だらけ。いや、それは多すぎるよ。<laughs> それは多すぎる。いや、ほんといいです、別に。お前作らないのはこ、こいや、それはもう、俺は、厳しいよ。そんなもう、俺は、こんなうまいの作らんない。 <laughs> <laughs> いや、そんなさ、えいや、な、俺はね、さすがにこのレベルの、いや、サラリーマン川柳とかも思うけど、うん、これすげえな、よくこんなか、かあの、パパママ川柳っていうのを毎年。あ、やってる、選考員でしょ選考員でやってるんですよ。うん、で、あれも、すごい楽しみにしてて面白くて、うん、で、それもね、すごいこう、感心しちゃうの。うん、ね、だから俺はその、こういうのは、もう、見て、聞いて、 楽しむ側、うん。小麦だか、危機を救うは納豆か。うを一押し出す。俺はね、は一番気に入ってるんですけどね。えー、ただちょっと工夫が必要なんですけどね、表記に。表記がね。かっこ納豆ってね。そうね。うん、で、うまいんだけどね。え <laughs> そこだよ。だからその表記をあれしなきゃいけないっていうね。じゃえー、なんだっけ。もう一度、昭和の夢、うん、新、資本主義。 新、資本主義、主、義ま、あ7人かそ。そこ <laughs> ですか別に、1時ぐらい邪魔にます。いやいや、いいんですけどね。えーえー、もう一度昭和の夢。昭和の夢。新資本主義。昭和の夢。新資本主義。夢もう一度、新資本主義。うーん。 <laughs> いや、か,かなりな、かなりいいんだけどさ。<laughs> <laughs> なんか、その、リズムがちょっと俺の中で違う感じが。しいです、ね。<laughs> 何が良かったですかじゃいや、もういいのいっぱい。いや、今その、資本資本主義もすごい良かったけど、小学生も、あの、1年生も。1年生友達100人接触者。うん、これもいいしね。うん ああと何がったっけネトフリああネトフリーい、ね、められネットフリー探すテレビ欄これもいいね、うん、あーそっかでもあと何かっ,たっけ <laughs> またもう一回全部言う <laughs> <laughs> 成長の言葉は成長しないままとかねまあいろいろありましたよ「君、えーうん、性は持続不能」と廃棄され そうね。<え>いい加減も良かったけどね。うん。ええー、田中翔は、うーんと、そうだな。ネトフリでいくかな。<laughs> 今日の <laughs> 今日の田中翔はね <laughs>。ネトフリでしょ、はい、じゃあちょっと優勝作品を。進められ、ネトフリ探す <laughs> テレビ欄。はい はーい、おめでとうございますサラリーマン川柳。ね。太田大田川柳大賞。最の季節。はい。ありがとうございました。本当に皆さんご清聴。はい。うん。よかったねー。すげえいっぱい作ってくれたね。まあ、来年もっと頑張ります、うん。いや、だから、あの、量は全然十分ですよ。本当に。あんまり多すぎても、うん、忘れちゃうし。来年は、二2時間。うん ぶち抜きでいきたいと思います。いや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 、それはだめ。ピ戦いがでまだ30分ぐらいしか話してないですよ。そうすそうですよ。2時間ですから。そういうのも、倍。4倍。4倍。4倍。うん。作れます。全然作れます。いやいや、その、フラッシュさんも、ちょっと紙面とか考えてくゃいいすそうなる特集はしてほしいね。ね。特集ね。 時間4ページぐらいで特集組んでほしいですね。ななるしね、そうするとね。いやー、いいね、でもこれ、本当、サラリーマン川柳はいいよね、なんか、なんか、くすっと笑える感じはね、あるからね、うん、今の。パパママ川柳の時ももいつも思うんだけど、うん 大体まあ、あの、<laughs> いや、パパママ川柳も、やっぱりここのとこさ、パパママもうコロナ禍でとか、リモートでとかっていうのが多いですよ、まあ、うん、あっちの方ね。ねそうそう。<ー>で、そうなっちゃうって、うん、で、今年の、春、あれ、いつだったかなまあ、先行があったんですよ。二 2>,、うん、2月か3月かぐらいね。うん、で、でも、その時はもう、ロシアのあの、ウクライナ侵攻が始まっていて。そうだよね。で、でもまあ、まだ、その、 募集の時はまだ始まってないから、当然、ないんですけど。そうなの。そうろもそうならで、パパママ川柳。働くパパママ川柳だから、あんまり、そっち関係はあれだけど、でもまあ、コロナがまあ、ほと圧倒的に多いんですよね。あと、その、もっと前だと、鬼滅とか。鬼滅ね。そういうね。多かったりした。まあ、それもすごく良かったなと思って。でも、なんていうのこう。 ちょっとこう深刻な話題もこの笑いになるからいいなっていうね。うん,うん。